皆さんこんにちは。アロマサロンエンパワーの宮里です。今日はチームサポートについて話したいと思うんですけれども、このガイド、いろんなシリーズがあるんですけど、結構これは基本になってて、ドテラをシェアしたい、どうやって、じゃあなんかすごいドテラを使ってすごく良かったので、他の人にもシェアしたいっていう時に、まずこちらを使っていくっていう感じですね。でこれはシェアガイドって言って、サンプルの渡し方とかっていうのが書いてあります。でこちらはお仕事として捉えてこうやりたいなって思う方が、この基本が書いてあるのですごく参考になるんですよね。で、意外とその新規登録をサポートして、その後あんまり何もサポートしていないっていうケースも見受けられることがあって、それをもう一回私チームの方と一緒に今、勉強しているというか、やっているんですけど、その中で、まずそのチームサポートのところで、これ例えばその水汲みの、話があるんですけど、パイプラインって言って、水を、汲んで販売しているっていう仕事の形態、これは何ですかね、パートとかバイトとか、普通の会社に勤めるものもその水汲みに該当すると思うんですけど、このパイプラインはこの水汲みの人が、水を汲んで売らないと収入にならない、つまり今日ちょっと調子が悪いから、仕事お休みしたいって言った時には、労働をしないと収入が得られないので、労働をできなかったら収入が得られない、そういうものじゃなくて、で水道管を作って、英語だとパイプラインっていうんですけど、それを作っていって、地道にね作っていきながら、そうすると、手元でこうお水を流したら、自分が町まで遠くまでお水を持っていかなくても収入が得られるっていうパイプラインを作るっていうところなんですけれども、その中でこの P っていうのが、そのパイプライン、水道っていうのと掛け合わせて、水道管っていうのと掛け合わせています。P っていうのが、準備っていうのと、そして、お友達にサンプルをあげたり、招待する、あるいはクラスに招待するとかっていうのがあります。で、P がプレゼンテーション。プレゼンテーションは、製品の説明をしたり、ドテラのライフスタイルについて説明をしたり、問題解決の提案をしたり、実際にしていくところになります。で、問題解決の提案をして、その後に登録の仕方をサポートしていく。で、登録が終わったらチームになっていくんですけど、その後にサポートっていうのをやっていくんですよね。で、ここまでやらないと水道管って収入にならないんですけれども、ここで終わっちゃうと、バケツに穴が開いた状態で、新しい水は入れるけど漏れていくっていう状態になって、サポートをしていないために収入が入らないっていう状態があるんですよね。で、なのですごく実はサポートって大事ですね。で、そのサポートの仕方ももちろんいっぱい書いてあるんですけれども、ここにもそのヒントが書いてあったので、ちょっとご紹介したいなって思うんですけれども、シェアガイドの4ページに、このように書いてありますね。まず自分の生活に、ドテラ製品を取り入れて生かすことで自分の体験をシェアでき、周りの人がそれぞれに合った自然の力の生かし方を見つけるサポートができます。つまり良いサポートをするためには、自分が製品を使っていくってことが大事になっていきます。で、ドテラビジネスは人間関係を育むビジネスです。シェアする人との関係づくりに時間をしっかりかけましょう。で、しっかり時間をかけると、
ちょうど良いタイミングが訪れたら、なので、シェアする、でその後にすぐになんかドテラについて話すとか、なんかそういうんではなくって、しっかり時間をかけた上で、ちょうど良いタイミングが訪れたら、健康について大切にしていること、その人がね大切にしていること、何か質問してサンプルをシェアし、ここで初めて、質問してサンプルをシェアする、あるいは相手から質問されたりとかするので、うん、その時にはシェアしやすかったりしますね、うん、で相手に役立つことを提供するよう心がけていると、だから役立つことを、相手に役立つことを提供していく、うん、自分がなんか進めたいとか買って買ってとか、買って買ってってあんまり言わないかもしれないですけど、うん、登録してとか登録をお願いするっていうものではなくて、相手に役立つことを提供するように心がけていると、自然とあなたの提案を相手の方から求めてくるようになります。これがすごくいい、うん、ものですね。で最近私もある方がすごくちょっと仕事が新しくなったので体力がないってことで、そのすごい疲れてるのを見ているので、まあ多分何年か前に、この方やっぱり体力がないっていうことを聞いてたので、サプリメントをおすすめしたいと思ってたんですけど、まあ、私のチームの方が、その方に家族だったので、家族、自分のお兄さん のお嫁さんだったので、こう サポートしようと思ったんですけど、なんですかね、信頼関係はもちろんあるつもりなんですけど、うん、まだ抵抗があって、サプリメントをいや私漢方を飲んでるからっていうことで、うん、まあ、お断りをしてたみたいなんですよね、うん、で最近直接私がその方とよく接するようになって、彼女からオイル1本欲しいとか言うようになってから、その後にすごく体が疲れた状態だったので、私がちょっと、本当にこれあなたの体力が体がきついっておっしゃってたので、彼女からね、カタログが欲しいって言われ始めたんですよね。でそのタイミングで私は最近アドバンテージ、ドテラのメタパワーのアドバンテージ、コラーゲンとか NMN が入ったやつが出たので、まあ下流タイプなので飲みやすいかなと思って、それをシェアしたらすごく喜んでくださって、うん、はいっていう状態だったので、すごくいいタイミングをこういいタイミングを待つことで、相手の方からもカタログが欲しいよとかっていうようになってきましたね。そしてその4ページの下の方に、まあ、これはまだ登録をされてない方ですけれども、チームの方のサポートも同じです、登録したからもう、はい、信頼関係ができてるので終わりではなくって、常に元気とか気にかけるとかっていうのをやっていく、そして相手に役立つことを提供していくと、また相手から、うん、最近買ってなかったけどちょっとこれ気になるなとかっていうふうに、うん、また購入し始めたりするケースがね、すごく増えてきているなって思います。で、この4ページの中に、そのシェアについて書いてはあるんですけれども、このようにね書いてます。相手の方にとってオイルやあなたに触れる回数が増えると、相手はもっと話を聞きたくなり、うん、ドテラに登録したいと思うでしょうっていうふうに書いてあります。でここは、まだ登録をされていない方にのために、シェアすることとかサンプルを提供することについて書いてあるんですけれども、これはチームの方にも同じかなって思います。相手の方、チームの方にとってオイルやあなたに触れる回数が増えると、つまり私たちがそのチームの方に元気とか最近どうとか、最近どんなオイル使っているとか、それを使ってどうとかっていうふうに声かける、その回数が増えていくと、皆さんのとか私たちの信頼がまた強まって、本当に自分が気にかけて
もらっているってことを感じると、もっと他にどういう製品を使ったらいいですかとかっていう、うん、相手から聞くようになるので、そうするともっと他の製品を試したいって思うようになるので、うん、これはシェアガイドに書いてあることなんですけど、原則っていうのは変わらないものなんで、どんな場面でも当てはめることができるので、これ最近学んで大事だなって思ったので、皆さんにシェアしたかったです。はい、はい、いつもご視聴ありがとうございます。皆さんのお役に立ちたいと思っています。よかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。